自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。今日はこのカラフルな毛糸を使ってマフラーを編んでいきたいと思いますが、なんと今日はかぎ針や編み棒を使いません。私が使ったのは、私の指だけでマフラーを編んでいきたいと思います。使ったのはこのボルケーハーゲンバースの、毛糸です。ちょっとオリエンタルな感じのグラデーションになっていますが、こんな感じでいろんな色が登場しながらだんだん色の移り変わっていく面白い毛糸です。はい、こんな感じの毛糸を使って指を使って編んでいきたいと思います。この毛糸私は、80番の色を使いました。もちろん他にも色があるので、気に入った色を探してみてください。この長さのマフラーだいたい160センチぐらい、幅は20センチありますが、私はこの毛糸を2玉使いました。では早速毛糸の中から糸を取り出したので編んでいきたいと思います。左手に毛糸を一巻きして、そして右手を針に見立てていつものように鎖編みをしていきます。人差し指で編んでいきます。こんな感じで左手に毛糸をかけてもらって、右手の人差し指をかぎ針に見立てて編んでいきます。こんな感じで大きい鎖編みが編めていきます。はい、だいたい私は3、4、5、今5目編みましたので、10目全部で編みたいと思います。これがマフラーの幅になります。このぐらいですかね。そして立ち上がりにもう1目編んで編み返していきます。このマフラーは、細編みで編んでいくので、最初の1目を開けてスタートします。こんな感じです。指を、穴に入れて、そして2目引き抜きます。これはかぎ針でしていることと同じですね。1目、こんな感じ、人差し指で穴に差し込んで、そして2目引き抜きます。さあ終わりに近づいてきました。もし引き抜きにくいときはこんな感じで親指でちょっと助けてあげるとうまくいきます。これが最後の目です。はい、ではちょっと全体を見てみます。全体を見るときは左手に最後の輪を預けてしまって、ほどけてしまわないようにちょっと気をつけてください。でだいぶゆるーく編めていきます。さあ、2段目に行くので、また立ち上がりを1目編んで細編み、細編みをしていきます。親指で助けてあげながら編んでいてください。この手を使うことでだいぶ大きな太い役、かぎ針の役割になるので緩やかに編んでいくことができますし、もしかぎ針を持っていない人でも気軽にちょっと挑戦することができるのがこの指編みのいいところだと思います。また立ち上がりに1目編んで編み返していきます。こんな感じですね。では、少し編んだところをお見せしたいと思います。今ちょっとこんな感じでちょうどグラデーションが分かる部分までやってきました。本当にこの毛糸は色の移り変わりが面白くって、いろんな色が混じっている中でなんとなくその色の印象が変わっていくのが面白いですね。では最後まで編んでいくところをお見せしたいと思います。はい、こんな感じで全体が出来上がりました。ちょっと大きめのゆるいマフラーになりましたが、首にぐるぐるっと巻いてしまうと暖かくて
そして印象もすごく緩やかで可愛いと思います。最後の一目を編んでしまいます。こんな感じ。ちょうど最後短く切ってあるのでしっかり引っ張って、もちろんこの後編み込んでいきますね。こんな感じで色の移り変わりすごく綺麗ですね。はっきりした色の中に黒い色も混じっていて、なんだか本当にエキゾチックです。では、太めの刺繍針を用意しまして、最後糸の端をいつものように編み込んでいきます。何目か拾ってから。こんな感じですね。すっと引き抜いてしまって、もう一回戻りますので、違うところに何目か拾って戻ります。はい、これで、完成です。同じことを始まりでもして、糸が目立たないようにしてください。さあどうでしたでしょうか。指編みを紹介いたしました。自分の指があればできてしまうので、とっても簡単に初心者さんでも挑戦することができるマフラーの編み方でした。この毛糸ももちろん、気に入っていただけたらとっても嬉しいです。さあ、いつものように、もしこのビデオが気に入ってくださったら、ビデオをチャンネル登録をして、いつでも新しいビデオを見れるようにしてください。ではまた次会いましょう。さよなら。